皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー4ジアフターイヤーズ実況プレイのパート10。さあ、装備も完璧に整いましたので、いざこの洞窟をいよいよ本格的にね攻略していきたいと思います。一番怖いのはやはりドアに化けてるモンスター、アサルトドア、そしてここのボス、あいつは毎回怖い、もう本当怖いからね、もうおなじみですよ。すでにここの攻略をほら、ね、ファイナルファンタジー4の方、まあ、本編の方と、インタールートでね、攻略してきましたから。こいつ耐えるんだよね。強えよ。お前強えよ。よしよし。うん、レベルもなかなかいいペースで上がってきている。ゼウスの怒り、ホムのかけらこ何にもない。ホムの右腕。ハイポーション。いや、この中いる。あ、やべ。やっちまったぜ。よろしく。フリーナがカルコ狙ってくれるとね、非常にありがたいんだけどね。こっち行った。もう死を待つわ。あ、強い。あ、痛い。ちょっと。え、スタダンス、何やってるっす？もうちょっとさ。せめて、ケアルラとかさ。多分、ここ、ステイポイントでしょ？多分、途中もう一個セーブポイントあると思うんで、配置変わってなければ。休まずここで一回ただ普通にセーブだけして進みましょうかね。おお、道ねえし、こっちじゃねえ。エーテル。ケットし、あー行っちゃった。ブラスター来る。あ、来ない。あれ、こんな良かったっけケットしって。あら、こいつはさすがにおっかない。
ので、はい。手当て打ちが嫌だからね。後ろ取られましたけども。こちら本当行動早い。多いね。あった、袋鉱石。でも、もういらない。もうこんなにいらない。ほな、投稿落としちゃったよ。あ、なんかちょっとだけ回復の効果が上がってるから、やっぱ知性とか一応関係はしてるのか。ん？なんかあるね。今なんかあるね。怪しすぎるでしょ、あの扉。まあ、あの、押して開かない段階でね。うん、あの、プンプン匂うわけですけども。回復量増えてるよね。多分これ普通にこれ魔法使いの洋服とかで知性とか上げると回復量もっと増えるんじゃないかな。ケアルダンスとはいえ、あんま変わんねえ。おー、ブレイズ、ナイス、やるじゃん。いやー、カルコがブリの狙って、おーっと待てよー。あ、そっか、それ変えれねえわ。戦闘中武器しか変えらなかった。そうか、忘れてた。コミドリ、やっぱりあれだ。うん、ブリーナを狙って、あ、今あれだ、ブリーナ恐れしねえわ。よし、なんか隠し通路っぽい。踊るダンス、はい。花粉、ちょっとダメージ入るな、あれ。え、あー、毒で死んだ。
お、こいつはなかなか。よしよし。ん？ほい。ここで一発なんか強力なダンスと見せてほしいな。ブリンクダンスいいね。素の鎧。よしよしよし。やっぱボス戦中は基本的にはフリーナを踊らせておこうかな。なんか地味にいろいろこうね、運絡むけども、恩恵はあるんで。まあ、劣化版アスラくらいの気持ちで使っておきましょう。劣化版って言っていいのかな？結構ね、いろんな子が出るからね。カルコーとブリーナのね、連携。面白い。効果ランダムだけど。いや、ランダムだから面白いんだ。回復ですね。じゃあここでテントを使って休もう。あわゆくば、あわゆくばっていうかもう満月にして挑みたい。よしよしよし。で、ブリーナには天使の服。で、セーブします。あとなるべく MP は使わずに奥まで行きたいよ。よし、一番奥まで来ました。ゴブリンキャップって早いんだ。さて、では。ではってさ、ちょっと、邪魔するんじゃねえよ、もう。ダンシングラガーの、攻撃のダンシングダガーの早かった。よし、ポションポション。あとは、リディアの魔力を高くしたいから、31。これで、
34で変わらない。これでいいや。よし、ゴー。闇のクリスタルを手に入れた。さあ、やろう。もちろん壁が、やっぱり来たわ。やっぱりって言われてるもん、ほら。はい、というわけで最初にまずは雲の糸と、あとは攻撃魔法をメインで戦っていく。ダンシングだから投げる、ダンス踊る。お、ケララダンス使うの早いよ。あれだ、フルト。石でできたモンスターにサンダラで攻撃したのは FF5 が大好きだからです。あれ、よっしゃー、早い。倒せた。よく来たね、カルコ、ブリーナ。よし、帰ろう。で、相変わらずデジョンはきっと使えないんだよね。しょうがないなぁ。道間違えたし、今。ここ、王が出るんだね。属性攻撃がね、効きにくいからなに歩いてってなきゃならないってのがもう大変だよ。こう結構深いからね。なんでデジョン使えなくしちゃったの。関係猫入ってたし。さあさあさあ、はよ出よう。
面白いか。よし。出口は近いぞ。さて、ここいらで。よし。カイン、しっかりして。大丈夫だ。俺は正気に戻った。えっ、闇のクリスタルを奪われた。あの時の出来事ですね。リディア、どうかしたの？ご苦労であった。お前か、召喚師の生き残りは。あなたが幻獣のみんなを。幻獣もクリスタルもお前たちには過ぎた存在だ。勝手に決めないで。クリスタルには正当な所有者が存在するのだ。カルコ、フリーナ。くだらぬおもちゃが無意味なことを。さあ、クリスタルを渡してもらおう。断るわ。闇のクリスタルを奪われた。リディア、これで4つ、すべての闇のクリスタルが我らの手に戻った。待って、命まではいらぬ。リディア、大丈夫？ルカ、クリスタルは？ごめん。急がないと、地上のクリスタルも。カルコ、ブリーナ、かばってくれたんだね。ありがとう。優しい子たちね。必ず、直してあげるから。さて、一応テントで回復だ。すでにテントじゃ回復量足りてないっていう。見くびられたもんね。え？ファルコンには傷一つついてない。私たちにもとどめを刺さなかった。私らなんか気にも留めてないってことか。そうみたいね。この借りは返さないと。急ぐよ、地上に。リディア、準備はいい？じゃあ、もう行っちゃいましょう。ルカ、進路は？南進してバロンの北側から接近するよ。あいつらの裏をかかなくっちゃね。あれは？黒チョコボ。
誰が乗ってるんだろう。パロム？一緒にいるのはポロムじゃなかったね。ええ、女の子みたいだったけど、どういうこっちゃ？あいつ散々私にちょっかい出してきたくせに。あら、カルコ、ブリーナ、よかった、壊れてなかったのね。おっと、不意打ちだ。カルコ、ブリーナ、やめてよ二人とも。さっきの電撃で行動回路がおかしくなってる。ある意味原点回帰だけどね。ルカ、このままじゃ。リディアは手を出さないで。え？いいね。雷。アイテムくらい使ったっていいじゃん。よし、結構えげつないやつ使ってくるもんね。ほい、あらららら、ルカ、砲撃？赤い翼か。赤い翼、このままじゃ落とされる。高度が上がらない。試着するよ。ルカ、ルカ、大丈夫？ルカ、ごめんね、マルコ、ブリーナ、もうボロボロだな。かなりの損傷ね。直せそう？わしを誰だと思っとるんじゃ。空挺の指導じゃぞ。ドーンと任しとかんかい。って言うわよ。あなたの師匠ならね。そうだね。うん。資材を調達しなくっちゃ。ええ、行きましょう。よし、はい、まあ一騒動ありまして、赤い翼の襲撃を受けてファルコンが墜落してしまいました。これからこのファルコン修復のための資材を集めるために、アガルトの町を見ていきたいと思います。まあ近くに鉱山もあるみたいだからね。まあ多分次回はそこに行くことになると思います。はい、ではファイナルファンタジー4実況プレイのパート10、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。